お前が先手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて今回は相手の方が角換わりですね。角換わりか、どうしようかな。まあ普通は右玉行こうかなって感じなんですけど、ちょっと4号桂9線の含みを見せつつやってみようかなっていう感じかな。飛ぶぞ飛ぶぞと、飛ぶぞと言っといて、まあこの形だとちょっとやりにくいですね。まあ、なので端だけついといて右玉かな。端取らせてくれるの。まあ銀上がってって、まあ金も上がっといて、で飛車引いて、まあ右玉っすね。でこの銀がね、こうなんか出てきて、ここの歩を取るぞみたいな、銀出て角打つみたいなのは、まあ金上がっとけば大丈夫かな。ここで銀交換になる分には全然 OK よと。端も受けときますか。あと1手2手3手ぐらい、まあ3手4手ぐらいで完成するんだけど、まあ相手が何してくんのって話もあるしね。まあ受けといて、なんかのタイミングでここに角打ってるかもしれないしね。あー、これはですね、これ切って同金に銀打ちたいと言ってるんだけど、これ同玉で右玉、あ、同玉でって言ったら玉打っとけば、あー、桂馬ここにジャンプしたいって言ったんよ。まあ、一回金上がっといてもいいし、ここ歩ついといて、銀が出てきて、ここに銀が出てくるパターンもあるから。一回銀中央に出とく？中央に入れてぶつける分には取ってばいいし、銀出る、歩が来て、銀が出た時に歩取りやから、銀でかな、先に。で、飛車先の歩つくと、いや、その桂馬どこで使うんですかって話になるし、まあ、金上がってきて、多分今度は、まあ、歩ついてきて、でなんか銀が上がったらここ出てみたいな感じになるんかなとかいう感じなんですけど、まあ歩ついとくんかな、銀こっち収納できるよみたいなね。まああとこっちとしては桂馬も跳ねていきたいけど、あの桂馬と交換になるのちょっと尺な感じもするよね。まあなんかすごいこの金とかこの角と桂の形とかなんかすっごいこう違和感があるんですけど、もしかしたらもうなんかね、この飛車はこっちで使わずになんかこの辺に回ってくるのかもしれんね。あー、ぶつけてきましたね。まあこれはまあ取っといていいんじゃない。同歩ですか同角ですかって感じなんだけど、これ、角銀があるんで、これ、金上がらなくてもね、なんか、技かかるかもしれんね。これ、仮にここに銀打つとか、ここに、あ、ここに銀はダメか。ここに銀打つとどうするんだろうね。銀打って、まあ、下がるとタスキの角やろ？銀打って、上でも角が一応決まるよね。銀打ってさ、こっちでも角打ちどうすんのって言われるよね。まあ銀かな？で、まあ仮にここでも角が決まるし、じゃあこの辺行くんですかって話になるよね。まあここ打たれても、ここ行かれても角かな？
そこがね、そこがね一番どうしようかなっていう感じではあるんだけど、まあ角つなぐんかな、こっちに角がいいのかな。でも銀打たれるんか、つなぎますか、香車取りに行くよって言っていて、7分どうなんかな。まあそれでいきますか。まあこっちだけ早々に強者得できそうだよっていう話はあるから、まあ避けるんだったらここなんだろうけど、まあ純粋になっといて引いた時に金どこ行くのって聞いてみたいし、それは一回成を受けとかないかんのかな。まあ馬作られるのはちょっと嫌ですもんね。まあ、このラインでいなくなったんで、まあ、ちょっと得したかなみたいな感じはあるけど、まあ、一歩を犠牲に角のラインずれたよねみたいな感じかなと思ってるんですけど、とりあえず香車拾っといて、まあ馬こっち行った時に金どうするんだろうね。あーね、うん、これ取って歩打たれて同銀に角が出てくるってこと。銀下がると、まあなんかここら辺に下がっとくみたいな。で次ここを打つけどどうするって言われてて、逆に香車打ってやればいいんじゃないかな。まあ取って、まあ相手歩と銀と角だけの攻めなんで全然まあ軽いっちゃ軽いと思うんですけど、まあ取ってと角が出てくるんでしょ。これ銀が下がって、切るのは同金でいいよね。歩打ちはまあ角取っといて3七歩成に同玉で全然いいよね。まあ一回下がってくるんだろうけど、まあここの辺に下がったとしてここに香車埋めとけばいいんじゃない。まあ埋めといて、まあ、銀打ちは同銀同角、銀打ちで全然埋まってるんで、いやこれ桂馬じゃない普通に。まあ桂馬だと思うんだけどね。桂馬かな、銀に当たっとるんで、歩打ちは銀が取れるから出てくるんかな。それ一回さ、ここの捨て入るでしょ。で壁金にしといて、もう一回叩くかな、もう一回叩いて、取ったら取ったでなんか斜めに誘われたことになるから、避けたら飛車走りがこれ歩なるんでちょっと入るからどうなんすかって話にはなるよね。っていうのと、あと角のラインにシャットアウトしときたいからここに歩打っとくんかな。まあ歩打っときますか。でこれで銀が動けるようになったし、まあ、飛車の可動域も、まあ、銀が動いてもここで歩がね、シフの代わりになってるから、まあ大丈夫でしょって話やろ。
あと、まあ、馬使うならやっぱ金に当てときたいな。あなたの角動けないでしょって言っときたいから、馬こっち寄りたいな。で、その馬がこうなんか玉頭にも引いとるから、馬は一個寄っときたいけどな。まあ、あとは、まあ、桂馬使えてないけど、まあ、使っていくの難しいね。なんか、こう飛んで、こう飛んでみたいな感じになるもんな。まあ、それは取るしかないわ。で、部分的に歩打たれて同銀に桂打ちとかは見えるけど、どうしようかなっていう、まあまあ取って、そうよね、それどうしようかなと思ってたんだけど、まあ取られて別に何でもないんやったらなんか別の手を指したいけど、まあ引いとくんかな。まああなた桂馬だけじゃ何もできんでしょうみたいな感じでこうやって打っとくんかな。まあ桂馬手に入ったらここに桂打ちあるんで、まあ取って、まあしつこくきますよね。金上がる、なんか手厚くいくなら金上がりそうなんだけど、まあ金上がりかな。まあ、あとはなんか飛車走ってみたいな、なんかそういうのも見えるんだけど、どうしようかな、どういう手順でやろうかなって話よね。角ぶっちはまあ同銀同飛車に対してって感じでいいから、まあ桂打つんじゃない。ふんどしの桂、あとはやっぱり角が動いた時のための馬を一個動かしときたいよな。まあそれは飛車もらうよ。でよ、どこに打つのがいいかな。ここ打っとく。まあ今すぐ打たんでも別に構わんないけど、まあでも打っときますか。ここ打っといて、あなたどうすんのって聞いといて、まあ合駒は多分桂か銀化してくるんじゃないかな。ここはだってね、瞬間ダメだから避ける、危なくないそれ、大丈夫。え、これ飛車切って同歩に銀打ちとかでどうするのこれ。上に上がるしかないけど、詰みが見えてくるけど、これ大丈夫。切ると竜飛車の人同士はちょっと危ないよね。これ銀打ちで、銀打って上しかないやろ。2手、3手、3分、まあ、4手、5手、5手詰めよね、これ。こう打つと、はい、ありました。You win。 はい、ワンポイント感想戦やっていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。やってきます。今回角狩り右玉の戦いに行ったんですけど、やっぱね、何回もね、あの相手の方がこの角のラインを利かして攻めてきてたのもあるし、この角が金に紐ついてるのが邪魔なんで、ソフト先生はね、7五歩結構ね推奨してますね。で、とにかくこの7四のピンポイントでいるのやめてくれと言ってるんだろうな。で、8三ならなんか銀成り替えた時に当たるっていうのもあるし、
で、仮に多分上に行くと、まあ、桂馬ジャンプが当たるんだよね。で、まあ、このライン変えてくれって話になるんだけど、まあ、そしたら3六香やっぱ入るし、はい、まあ、そうですね。最後はまあ、銀打ちを見て相手の方が投了されたんですけど、以下はまあ、玉避けるしかなくって、飛車ぶっちというか、まあ、飛車で成り込んでって、まあ、合駒何しても、これ取られて終わりだよっていう感じの詰みですね。まあ、なので、合駒をしなきゃいけなかったのかなっていうところなんですよね。ここで、まあ、合駒をするか、まあ、ソフト先生3一玉とかも見てますけど、まあ、そうっすね。普通はなんか合駒とかしそうだよね。一回咳止めとかの危ないよねという感じなんだけど。まあ、ほんで、これ、銀と角が連動してくるから、ここで5六歩とかって打っといてどうかなっていう感じで思ってました。まあ、これなら取られた時に同金取り返して角来て銀打ちとかでいいのかな。で、厚く言っとけば大丈夫な気がするし、銀手に入って、まあ、飛車走りもあるしね。まあ、あとは銀なってって金と交換しながら竜を作るとか、まあ、相手玉ね、飛車には弱い形だと思うんで、こうやって手厚く言っとけば、まあ、ぼちぼち勝てるんじゃないかなという感じだと思います。はい、いかがでしょうか。今回ね、角換わりに玉やっていきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。おやすみ。